東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。普段ですね、欲あんまり持たないでいちいち気にしないということは、非常に大事です。じゃないと気が激しく起きますね。例えば財布の中には、100円があるだとします。100円しかないと思うか、100円もあるんだと思うか、100円ありますということを、そういう事実を認めるだけにすると、この3つの状態ですね、体の身長変わっていきますね。100円しかないと思うでしたら、なんで自分惨めだ、ついてないとか、貧乏とか、そういった負のオーラでどんどん出てきます。負の感情、負の思いですね、どん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 強くなってきます。で、当然なんですよ、気の動き方が変わってきますね。100円もあるんだっていうふうに思って、そうするとウキウキして100円使って何が買えるかということ、いろいろワクワクしたりするということ、何かやろうとするという意欲が出てきたりするとか、そういう気の動き方があります。100円、ありますということ、事実だけ認めて、別に何かその100円使って何かしようとするということもしないし、100円ということを指定したりはしないですね。100円しかないと思うでしたら、100円の存在を否定するということになりますから。自ら否定してしまうと、その否定するものは自分から遠ざかっていきます。だから自分貧乏だ、自分がお金が持ってないとか、そういうふうに思っている人はどん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 貧乏になって、どん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 お金を持てなくなりますけど、なぜかというと お金を敵に回しているということですから。ニュートラルであんまりプラスマイナス、そういった感情を持たないのは一番理想の状態です。喜びでも悲しみでもプラスでもマイナスでも気が動くわけですので、やろうとして意欲湧いてきたするときに、これ欲ですから、欲っていわゆる妄想ですね。それ妄想の方に、マイナスの妄想でもプラスの妄想でも、妄想は妄想は変わらないですから、そのために心を動いてしまうと、体を消耗するということになりますので。だからあまり気にしないですね。何もしないというわけではなくて、するはするんだけど、あんまりにも勝手に解釈しない方が自分にとっては疲れにくくなります。例えば、電車乗るときに、駅でね、誰かにぶつかれたとき、混んでるんですから、歩いたときにちょっと不注意でぶつかれたこともよくありますけども、ぶつかられたことに対して、なんで俺ついてないか、なんでこいつは感じ悪いとか、そういうふうに思ったりすると、そのマイナス感情をずっと引きずってる。そのぶつかってる本人はもうすでに消えてるにもかかわらず、ずっと自分の心の中でそのぶつかってる事実を思ってるでしたら、要するにそのマイナスな感情をずっと自分抱えてるということになります。それを疲れるわけですね。ぶつかってるでしたら、ぶつかったということを事実だけ認めて、でその後は普通に起きてることだけと思ってれば、そのマイナスな感情を抱えなくても済みます。歩いてる時に道路のど真ん中にちょっと犬の糞がありますね。ちょっと自分の不注意で犬の糞を踏んでしまったりすると、なんでついてないなと思って、自分の心の中にずっと犬の糞を踏んだことをずっと気にするでしたら、もうその犬の糞をずっと自分で持ち歩いてることと同じことなんですよ。踏んだ後に、もうそういうことも気にしないということであれば、もう少なくともね、ずっと犬の糞を抱えたままあちこちいたりすることしなくて済みます。犬の糞ずっと抱えたままあちこち行ったりするということであれば、当然なんですよ、人に嫌われると思いますよ。嫌われる状態を誰が作ってるかというと自分なんですね。自分はその犬の糞ずっと抱えてるわけですから。そういうあまり気にしないということと、妄想とか欲深いということを避けて、心の安らかにして恐れることもないんですね。恐れるっていうのは、なんで恐れるかっていうと、失うことを恐れてるから恐れが生じるんですよ。失うということはなければ恐れてるも生じないっていうことも、言えるんですね。もともと自分のものではないっていうことを考え方を持てれば、それは離れたとしてもそういったマイナスな感情を働かなくてにもなります。でもしそれは自分のものだって最初執着心をちょっと持つっていうようになっていれば、当然なんですけども、それがなくなっていくときに非常に恐れています。自分の命もそうですね。自分の命は
生まれて借りた体肉体なんですね。もう仏教の世界っていうと理念します。魂って言えば次から次へと体を変えて理念していきますけども、この世のこの体っていうのは枯れてきたものですね。もともと自分のものではないです。自分のものではないですから、亡くなってもそんなに怖い怖いと思うことはないと思います。もともと借りてきたものですので、まあ、いずれ亡くなっていくものですから、生に対する執着心もなくなってきます。心の方が安らかになりますね。で、健康のことまさにそうですね。健康のことっていうのは、その恐れていることにするといろんな不安を生じます。で、恐れが生じます。不安と恐れに煽られて、変に行動したりしますね。高いお金かけて何かやろうとするということ。で、別にそれを不安と恐れがなければ無駄な出費も減るわけです。あと、まあ、その精神と神経ですね、体身体と神経が統一している状態であれば、体を動かしてもそんなに疲れを感じないですので、気の流れですね、乱れを生じにくいということです。そういう生活をして精神統一している状態で食べること、大切に味わって、味をちゃんと良さを分かるようになるとか、で、着てる服をちゃんとその良さを認めるとか、自分のいる環境を認めてあげるとか、そうすると心の不安もなくなっていきますし、恐れもなくなっていきますし、心安らかになって、樽を知るということをできれば、その欲深いことを避けることができれば、身分の肯定とかに気にしなくなりますので、その人の人間の良さですね、その性質、素朴な性質に従って生きることができます。欲が膨らんで目がくらんでしまって、本質を見抜くことできなくなるということもなくなりますし、心の乱れですね、惑わされることもなく穏やかに生活することもできます。これはいわゆるダオに近い状態になります。昔100歳まで生きて動きも全然衰えないっていう人たちは、この徳ですね、徳っていうのはダオに従う行動っていうのは徳です。このダオに従う行動することできれば危ないこともないということで、健康を保つことはできる。ここまでは健康を長寿していくための秘訣ですね。皇帝の先生義博がちゃんと答えてくれたんです。その原則と注意すること、そして逆にするとどうなる、その健康を損なうという、寿命を縮めるという行動とは何ですかということも、逆のこともちゃんと述べました。